キングオブクラシックカー、この流れるようなフォルムでございますよ。ここからこう広がってフィン。え、ちょっと待って、何これ何これ、めっちゃ青いの飛んでんだけど。ターコイズブルーにブラックっていうのがかっこいい。こう直しやすいものを選ぶっていうのもやっぱ長く乗る秘訣かもしれんね。エンジンかけます。ホリダイシャンネル。はい、どうも皆さんこんにちは。好きな言葉はクラシックか。どうもホリダイでございます。ユキオ、はい、なんでお前がいいんだよ。せっかくなん でオイル交換来るっていうんで YouTube 撮りたいなと思って。あの全部噛んでるというわけでね、今日ベルエアをね、俺の友達のところにオイル交換に来たんですけど、ユキオがちゃんとアメ車のやつやってないからやりたいとか言ってついてきました。今日はね、僕のベルエアを改めて紹介したいと思います。いろいろ変わったのよ。ホリダイたちが着用しているアイテムはクラシッククロージングウェブサイトで購入できます。ぜひご覧ください。僕のね、ベルエアのオイル交換をしてくれた、あのね、ルーベンの超高級豚小屋を作ってくれた若ちゃんです。はい、こんにちは。はい、実はね、お前は知らないかもしれないけど、彼はね、車屋さんなんだよ。ここがね、グルービーラインって言って若ちゃんの工場です。どっちかって言ったら日本車のカスタムのが多いんだよね。半々か、うん、今日はね、日本車だらけだった。俺がやっぱ専門的な知識がそこまでないから、ちょっとさっき仕事中断してうちの動画手伝ってくれってことで、俺のベルエアの前回と変わったところをちょっと専門家と一緒にね、見せていく。改めて言いますよ、車屋です。はい、豚小屋職人じゃありません。車屋です。あのホットロッドショーでベストジャパニーズ撮ってますから、この人。そこんとこよろしく。というわけで改めて紹介いたします。僕の愛車、1957年式シボレーベルエアハードトップでございます。バカちゃん、はい、キングオブクラシックカーと呼んでもいいんじゃないですか、やっぱこの子は。そうですね、はい、顔が可愛いんだよ、何回も言うけど。かっこいいですね。カエルだケロカエルちゃんみたいなんだよね。トライシェリーの頃ってさ、でも50年代後半にかけてどん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 デザインがクレイジーになってたじゃん、うん、結構それの象徴的なモデルじゃない、うん、まあベルエアとされるもんだと一番最後、最新型だからね。そう、まあお気に入りポイントもせっかくだからちょっと言いたいんですけど、まずこのカエルのような可愛い顔、そしてゆきおさん、何の意味があんのって思わない？ちょっと痛いよ、うん、もちろん俺飛ぶのかなと思ったの。もうこの5年間ずっと中でボタン探したんだけど、一個も飛ぶボタンはなかった。もう飾りよ、ただの。そしてね、ゴールド好きの私としては、これね、買った時からそうだったんだけど、このね、ゴールドのね、エンブレムがすごくお気に入りです。若ちゃん、これさ、ゴールドっていうのは普通に一般的だったの？いや、どうなんですかね。俺もあんまりマニアックなとこそんなに知らないんで、うん、ここマニアックらしい。で、なんといってもさ、ここもゴールドのね、ここのゴールドめっちゃおしゃれくない？何気に気に入ってんのは、ここちゃんと割れてんのよ。ちゃんとってどういう話なんだよ、ね、これ俺スカーフェイスって呼んでんのよ。どうもこんばんは、ポニーモンタナです。ここのさ、はい、サイドのライン超かっこいいよね。ちょっと食べてる雨ざらしにしとくと、やっぱこういうことになっちゃうんだな。カーポートがあるとはいえ、うちのババより年上だからしょうがねえか。はい、気を取り直して、サイドのラインを見てみましょう。レッツゴー。この流れるようなフォルムでございますよ。ここも変えたよ。でね、ここからこう広がってフィン。かっこよくない？これかっこいいっすね。ユキオでもわかるかっこよさ。そしてこのおけつ、57といえばおけつよね。そうです、間違いなく。はい、だいぶこいつらもやれてきたなね。ユキオ、ちょこちょことサビ。えっ、ちょっと待って、何これ何これ、えっ、何これ何これ、えっ、ちょっとなんかめっちゃ青いの飛んでんだけど。これリュウちゃんがさ、最近さ、外でグラフィティ書いてんだよ。絶対それ飛ばしたな、これ。元気があってよろしい。許してやろ。なんかこのティーンエイジドリームってさ、これアメリカの時から入ってるんだけど、まあ、10代の頃の夢って意味なんでね。そこにリュウちゃんの今の楽しみが加わった。リュウちゃん、やるやん。可愛いんだよ、リュウちゃんが。本当に最近おしゃれでさ、これリメッキするっつったらさ、全部で100万ぐらいかかるかな。まあ安くはないですよね、そういう金額。3桁って金額だよね、全部やるだよね。皆さん、ライブの時にスパチャください。嘘です。中紹介しよう。内装はこんな感じになってますよ。
はい、いろいろとハイテクに変えてございます、実はこう見えて。そしてね、これシート類はね、もうアメリカの時からそのままです。ターコイズブルーにブラックっていうのがかっこいい。ケロ。ダッシュ周りの紹介になります。何の変哲もない当時のオリジナルに見えますが、これ実はね、レッド。デジタルメーターになってます。かっこよくない若ちゃんこれ。かっこいいっすね。デジタルメーターもいろいろ種類があるんだけど、これがね、オリジナルに一番近かったのよ、当時。で、ちなみになんですけど、まずね、ヴィンテージエアっていうエアコンがついてます。はい。こんなちっちゃいところ、涼しい風とか、あったかい風が出ます。あんまり使わないですけど。はい。サウンドシステムはね、Bluetooth のレトロサウンドっていう、この当時のね、これ当時のラジオ？ラジオ。だよね。当時のラジオと同じ形で、Bluetooth になってる。やばくない？やばいっすね。はい。そしてこっからピーっていって、はい。この時計もね、このダコタと連動してます。デジタルです。まあ、どうなんだろう、まあ、最新のシステムよね。5年前ぐらいで言ったら。ただ僕はね、ここより一番気に入ってる点があるんですよ。え、なんすか？クマ。これさやかちゃんが俺のベルエアのためにクマにこのベルエアカラーのスカートとリボン作ってくれたの。へえ。超可愛くない？可愛いっすね。はい、これが一番お気に入りです。2番目にお気に入りなのがこいつ。これアメリカの前のね、おじいちゃんの時からあるアメリカのヴィンテージのマグネットです。へえ。うん、んなとこかな。あとこれ、あのパワーウィンドウにしてたの完全に忘れてました。結構大きいアップグレードだろ。いやお待ちかね、生まれ変わったベルちゃんの中身の紹介です。エンジンね、エンジンルームの紹介です。はい、オープン。ここから先はね、ちょっと専門家の若林先生に教えてもらいながら行きましょう。まずエンジンだね。はい、うん、普通に350だよね。付け替えで350出ましたね。うん、で何が変わったのかって言ったら、ほらインジェクションのホーリーからエーデルブロックのキャブになりました。はい、めちゃめちゃコンピューター制御がいいとか、うん、散々言ってたくせに結局戻しました。うん、そうです。はい、やっぱりクラシカルなもののが整備しやすいしね。まあね、であとちなみにだけどミッション前4速にしたんですよ。 TH200 っていう204R だ。あ、204R だ。4速最高って思ってたんだけど、掴んだミッションが外れですぐ壊れました。で350に乗せ替えました。3速に戻りました。はい、また35万借りました。あるある。そうですね、 TH はなかなか直せるとこないもんね。 204R がなんか、まあ俺の知ってるとこだとあんまりない。うん、だって野口さんのとこでもダメだって言われたもん。だからやっぱなんやかんやこう直しやすいものを選ぶっていうのもやっぱ長く乗る秘訣かもしれないね。そうですね、まあ使ってる人が多いんでね。GH350 とか。そうだよな。うん、あと特筆するべきところはまあいろいろあるけど、やっぱりオーバーヒート対策、ラジエーターはアルミにして、まあ、小余ししなかった分電動ファンを取り付けたりとかか。はい、まあ、これがエアコンパーツなので。うんうんうん、あ、そうだ、だから両方ともエアコンのところとラジエーターを両方とも一気に冷やせるシステムになってるんだ。そうですね。やる。これエアコンだね。うん、今回まあ大きく変わったとこといったらやっぱキャブになったってことだよね。そうですね。うん、本当に多分みんな悩んでることだと思うけど、うん、エアコンつけるとさ、うん、やっぱエンジンに負担かかるじゃん。はい、1個プーリーの負荷が増えるから、はい、真夏とかさ、一番使いたい時にエアコン回してさ、はい、水温上がってさビクビクするの嫌なんだけど、はい、どうしたらいい？よくある話ですけど、うん、基本は大体まあ電動ファンつけて、うん、まあ電動ファンもねつければ絶対いいよってわけでも細かく言うとないんですけど。あ、そうなんだ。そう、ただまあ基本的には電動ファンつけとけば、うん、安心は安心で、まあ言ったら温度下げてくれるわけだもんね。そうそうそう。なるほどなるほど。で、まあ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 、あとはアクセルシャフトとプロペラシャフトは新品に交換して、なんかオーダーして作って、アクセルシャフトも届いた時にさ、はい、ちょっと長えっつって、はいはいはい、切らなくちゃなんねんって言って、はいはい、熱加えたくねえから、ちょっと3時間待っててくれっつって、はいはい、3時間かけてゆっくりなんかこの、なんか電動のノコギリみたいに切ってつけたいんだよ。でもだいぶ調子よくなった。うんうん、まあ、あとはあなたの一番得意の担当してくれたマフラーよね。マフラーですね。はい、前回さ紹介した時ってもうマフラーやったっけ？やってあったと思う。やってあったか。やったマフラーなんてさ、見栄えで言ったらここにピョコって出てるだけなんだけど、上に上げると下めっちゃかっこいいんだよな。そうですね。そう、見えないおしゃれ。音問題、うんうんうん、うるさくてね。
今だいぶ大人の音になったよね。そうですね、うん、後でちょっとかけてみよう。オイルも確か変わった気がするな。前のやつほら純正だったからさ、はいはい、これ確かなんだっけ、アメリカンレーシングだっけ。エンジンかけます。すごい静かだよね。かっこいい音っすね。うん、これがね大人のサウンド。はい、というわけで、今回はね僕のちょこっと変わった、ベレーを改めて詳しく紹介させていただきました。若ちゃんありがとう。はい、いい。おっす。もう本当にね、もうアメ車のレストアも、もう日本車のカスタムも、豚小屋も任せてちょうだい。もうやんない。豚小屋はもういい。もうやんない。はい。結局、うん、前と今でどっちがいいんですか。それはね、もうオーナーが決めること。そうだね。う、俺は今のがいい。結局インジェクションのコンピューター制御だった時はもう本当に全部が完璧だったのに、うん、火を飛ばせっていう命令がいかなくて俺それで嫌になっちゃったじゃん、うんうん、かといってじゃあそのコンピューターを直せる人が近くにいるのかって言ったらさ、うん、残念ながら近くにいなかったじゃん、はいはい、完璧にできる人が、はいはいはい、だから完璧にインジェクションのコンピューターを制御できる人が近くにいるんだったらインジェクションいいと思うよね、うん、もちろん。そうですね。そう、ただ実際キャブだったらさ、うん、エンジンかかんないってことないじゃん。まあどうにかなっちゃうんだよね。どうにかなっちゃう、うん、そう、機械式はどうにかなっちゃうのよ。だから俺はせっかくここまでもう実際とんでもないお金つぎ込んでるじゃん完璧な状態の火を飛ばせっていう命令が出ない車よりどうにかなっちゃう車にしました。まあでも好き嫌いだし、うん、その人の環境によるよね。そうですね、実際ね、うん、だやっぱ全然問題なくインジェクションで乗れてる人もいるし、うん、もちろんもちろんもちろん、やっぱトラブルめちゃくちゃ出ちゃうよねって人もやっぱいるんで、うん、どっちがいいって難しいですけど。確かに、まあ元々のインジェクションだったら話は別じゃん、うん、でもやっぱ乗せ替えのインジェクションってなるとやっぱその相性とかもあるからね、うん、社外品になっちゃう、うん、アフターパーツとか。そうだから、まあクラシックカーをまあレストモッドするんであれば、まあ本当にインジェクションにするのか、それともね、あの機械式のままレストモッドするのかってところは結構大きな問題だと思うけど、うん、まあとりあえず俺の場合はね、今キャブに戻してからやっぱりトラブルも全然ないし、簡単な仕組みに戻ったから、うん、まあ直しやすいし楽ちんって感じかな。まあ不安は減りますよね。うん、もうほぼない。不安がやっぱねあるとちょっと乗りづらいというかね、うん、まあちょっと被るとイラッとするけどね、うん、どうだい、はい、ゆきよ、よく分かったかい。全然分かんなかったです。だろうな、だろうな。はい、というわけで、とりあえずね、今回は、グルービーラインの若ちゃんにね手伝ってもらって、はい、ベレアを紹介させていただきました。はい、はい、皆さんもねこれからアメ車を購入検討してる人がいましたら、もう本当にちゃんといい車屋さんを選んで、ちゃんとね自分の乗ってる車はどういう風にしたら今後も乗り続けられるかっていうところがすごい重要になってくる。そうですね、はい、あとね一応言っとくんだけど、まだ見せらんないんだけど、あそこに1964年のもうフレームオフしてバッチバチになってる64インパラのクーペがあるんですよ。バッチバチです。いくらだっけ。まあ、目標1200、300、400とかぐらいまでで作れればいいかなとは思ってるんですけど。買うんですよね。えバカなの。いやいやいや、欲しいけど今はちょっとって感じだな。じゃあ来月ちょっともうやめてもらって、もし気になった方はねちょっと連絡してみて。めちゃめちゃやばいから本当に本当欲しいはい、というわけで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。これからも僕はベルちゃんでビシバシ楽しんでいきます。それでは皆さん、また次回もよろしく。